八重山花高トンボは、り表島に生息する小柄な川トンボ類の一つ。胴体が短く、頭部に、前向きの時がある。八重山花高トンボライナサイハウェノイアサヒナは、トンボ木、花高トンボか花高トンボ属の昆虫で、八重山諸島の固有種。一般的な川トンボ類に比べて、胴体が短いのが、特徴の一つで、止まった時に背中に立てて畳んだ羽より、 腹部の方がかなり短いのがよくわかる。名前の由来は頭部の両腹眼の間の部分が前にはっきりと突き出しており、まるで鼻が高いように見えることによる。体長はオスで3 4ミ、mm、リメートル、メスで2 9ト、mm、ル、甲子は私有とも2 5ト、mm、ル程度。胸部には黒地に黄色の筋模様があり、腹部は背面が赤っぽい。オスでは 腹部の赤が特に鮮やかでオレンジを帯びる。羽は、縁門以外に、半門はなく、ほぼ透明、多少褐色を帯びる。渓流に生息する。小カハグロトンボなどとも一緒に見られるが、この種の方がより木陰を好み、日向の場所に出ることは、ほとんどない。木立ちの中の昇流の周りで、日の当たるところに止まっているのが見かけられる。成虫は6月から11月頃まで見られる。 若い個体は流れを離れた森林内でも見られるが、成虫は流れの周辺にいる。成熟したオスは流れのそばの草や低木の枝先などに泊まり、縄張りを占有する。産卵はメスが単独で行い、水しぶきを浴びる口気に卵を産むと言われる。幼虫はやや流れの緩やかな場所で植物の根元などに潜むと言われる。ヤゴは、 一般的な川トンボのそれに近いが、ややずんどまたオエラは、中央エラがなく、左右一帯の側エラだけを持つ。八重山諸島の固有種であるが、石垣島からは知られておらず、り表島のみに分布する。日本では、同族のものとして、小笠原諸島に、花高トンボアールオゴッサーレンシスオグアがある。本種とは、頭部や胸部が、ほとんど黒く、 高褐色の反紋がないなどの点で異なる。分布域の狭い種であるから保護の問題が懸念される。沖縄県 RDB においては純絶滅危惧とされている。ありがとうございます。